はい、皆さんこんにちは、ちょでございます。色たくしめた2やっていきましょう。今日びっくりするような時間に流れてるでしょう。まあまあ、今ではまあ当たり前というかね、今ではまあこういうのもあるのかなと、まあまあいうことですけどね、コロナのね影響でね。まあ私は在宅というか待機というか仕事がありません笑い事じゃないんですけどね。もうそうですね、まあまあこの仕事がないというのはね、今では始まったことじゃないので、もうね、何でしょう、我々、まあ、私の仕事って言った方がいいかな、我々言ったら、いや一緒にしないでって言われそうなので、私の仕事はね、ある時がっつりやって、ない時本当ないんでっていうような仕事ですよね。だから単価はね高いんですけどね、単価は逆に高くしないと、これで安くしちゃうとね、自転車操業になっちゃうんで、自転車操業というか、まあ自転車操業なんですけどね、もうかなりやばい自転車になっちゃうんで、この業界で薄利多売の人とかいますけど、薄利多売にするとね、もうそれ一辺倒でしかやっていけないと思うんです。まあ私は思ってるんですね。でやっぱりね、このね、日進月歩の業界はね、業界なんでね、同じことをずっとやってるとね、もうすぐレガシーって言われちゃうんでね本当ね、レガシーって伝説じゃないのと思うんですけど、この業界でレガシーって古いって言われるんですよね。もう古い資産とか言われちゃうんで、ですんでね、本当ね、薄利で業務アプリやってられてる方もいるんですけどもね、まあ私 の知り合いとかでもいるんですけど、もうね、もう本当常に暇なしっていう感じで、もうね、新しい技術とかいうのはもう程遠いような感じになってるね。あれ見てるとそれも怖いなっていう感じに思っちゃうんでね。ですから、まあ、こんな、まあ、かといってじゃあ今がいいのかって言ったら、いやもうほどほどにあった方がいいんですよっていうような感じなんですけど、まあね、ちょっと私は、まあ、この後ね仕事しますけどね、まあ、仕事前にちょっと上げておこうと、まあちょっとね不定期枠がお休みでしたから、なるべく上げていきたいなと思いつつも、ひょっとするとまた明日からねズドンと上がらなくなるかもしれないんですけどまあそんなこんなでやっていきたいと思います。さあどこ行きましょうか。程よい距離がいいんだよね。これ距離長いけど1万1000も安いよね程よい距離がないうわこれダメだ、都市がないとこ行ってるしね、これ都市ないとこ行くとすごい困るんですよね。まあ北に向かうか西に向かうかだね。あこれ400キロぐらいありそうだな。まあでも行ってみるか。いいよね、1キロ29ユーロ。あ、1キロ2900円か。10キロ走ったら2万9000円じゃないか。いいね、本当にすごく美味しい。本当かい、ヨーロッパでそうなってんのかい、ヨーロッパの物流って。さあ、あ、ドライブセーフって言われたんですけど、ここですわ。あ、ここだね。そや、前回もこのよく見た、この筒みたいな箱んだよね。いやまあでもね、自粛が解除、もう大阪もね自粛解除されましたので、もうゆっくり平然に戻るかなと。あ、でもゆっくりじゃないかな。私の予想はね、私の予想はね、6月になるとね、もうリバウンドが帰るようになるような気がしますね。どっかーっと人出るような気がしてるんですけどね。まあその煽りで仕事が舞い込んできたら嬉しいですけどね。いやでもね、ですからね、私ね先週事務所行ったんですよね。先週ちょっと仕事があったんでね、これは月曜日です。で今日月曜日です。1週間後のあのね、全く仕事用のパソコン起動しなかったね。本当ね、仕事全くしなかったですね、月曜から今日。まあ今日しますので、今日するので、あれなんですけど、いやー本当ね、
じゃあ何してたのって言うとね、もうゲームばっかりしてた気がしますね。こんなのでいいのかなと。あ、ただね、ちょっとね、私何度か言ってますけど、モンハンワールドをね、やってハマっちゃってたので、あら？あ、いたいた。オートクローズがちょっと入らなかったんで、焦りましたけど、もうこの1週間ね、がっつりやったんでね、もうおかげで吹っ切れました。ああ、もう十分堪能できましたんで、もう今週からは、もうやらずに、仕事とね、仕事と、今私の中では仕事とピアノだね。いや、ピアノがなんかね、面白くなってきちゃった。Keep 本当 quiet ね、and then指 continue が動 straight かなくてイライラするんですけど、できた時の、Go straight on. できた時できるんだなっていうのがなかなかね、私的にはこの年になってもまだまだ覚えれるんじゃないっていう感じがなかなか良かったですね。本当にこれね、もう三日坊主の私がね、足掛けですけど、やらないときは3日4日やらないときあるんですけど、一応2日に一遍ぐらいはやる感じで、もう1ヶ月ぐらい経ちましたけど、1ヶ月ぐらい経っちゃったけどね、じゃあどこまでできるのって言ったらまだまだだね。1日5分、毎日5分でやったら、あっちゅう半年でいけるよっていうのはあるんですけど、アプリでね。よく宣伝出てくるんですけど、YouTube とか見てると、あら、嘘じゃないのかと思ってますけどね。あと、若い子がやってたらね、もう、幼児とかみたいなね、もう、これから覚えること全然へっちゃらみたいな子がいるんでしたら、いいでしょうけど、Keep 宣伝で quiet はね、おじいちゃんが and やっ then てるんでね、continue straight 本当 on. かいなって思うんですけど、とりあえずね、でも Go ね、なんか straight ね、on. 本当、両手を別々で動かすのって大変ですね。パソコンのキーボードね、もともとブラインドタッチをね、もうちょっとなんかちゃんとしたいなっていうので、始めたんですけども、もうブラインドタッチとわけが違いますね。ブラインドタッチってね、別に両方の指が違う動きしてるわけじゃないからね。ねえ、っていうような感じで。でもいい刺激になってるのかなと、自分ではちょっと思ってますね。ちょうどね、タバコの代わりでいいですね。私昔タバコ吸ってましたのでね、もうやめて5年ぐらい、5年以上経つのかな。ですけど、やっぱりね、タバコって頭切り替えるっていうのにはすごく良かったので、それに近い感じがありますね。仕事でうーってなった時にね、ちょっと座って、やりだしちゃうとね、1時間以上やっちゃうんですけどね、5分どころで終わらないんですけどね。それやった後にまた気分入れ替えてっていう感じでいいですね。ですからね、ちょっと、仕事を今日から真剣に復活。仕事といってもね、誰かからこれやってって言われてるわけじゃないんですけどね。自分の、なんです？スキルを、錆びさせないために やるよ。ちょっと怖い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 。でもトラック安定してんだよね。ごめんなさい。ちょっとね、この安定はね、私、前からあんまり面白くないなと思ってたんですけど、あれどれだっけ？コントローラーかな？いや違うね。これじゃないな。それだったっけ？グラフィックじゃないね。オーディオ、ゲームプレイだ。これね。このトラックの安定性だね。トレーラーの安定性、トラックの安定性、もうちょっと下げましょうか。これでも高い気がするんですけど、とりあえずこれぐらいでいきましょうか。やっぱりね、安定しすぎてちょっと面白くないっていうのが私の中であるので、よいしょ。これ難しいね。もうちょっとなんか、デジタルに操作できないのかな。 はい。これでやるとね、スピード出しするとむちゃくちゃ怖いでね。ほら、もう傾きでしょ。 これだ、やっぱり。
やっぱこれじゃないといけない気がするね。で、うん、そんなこんなでね、思ってるんですけど、ただね、今私が思ってるのはね、うちの社はね、あの月末になるとね、あの私一応、請求があるので、月末になるとまた事務所の方には行くんですけども、おそらく6月も仕事がないうちは、事務所に集まるのをよそうかなっていう話に、私はなると思うんです。結構ね、やっぱりね、うちの社長もね、すごく、敏感という言い方変ですけど、まあまあそれでいいんですけどね、すごく重要に捉えてるっていうのかな。おお、怖い怖い怖い、エンブレ、あ、これエンブレ切る方だ。あ、これでも操作むずいな。トグルの方が良かったかもしれないね。エンジンブレーキはね、この量で調整する方じゃなくて、で、あ、そっか、エンジンブレーキ入れときゃいいんだ、ある程度。あ、これリターダーだ。あら、あ、これリターダーだ。さっきのリターダーだね。うん、エンジンブレーキはね、アクセル踏んでる間絶対入らないんで、リターダーはアクセル踏んでても入りますね。勝手にアクセルが切られますんで。ちょうどこれぐらいがいいかな。でね、ちょっと今私が思ってるのはね、ちょっとアルバイトをしようかなとかもね、思ってたりします、実は。まあ、アルバイトというか、パートだな。パートだなって言ってみましたけど、パートだね。パートの方をちょっと考えようかなとね。パートといってもね、もう業界の方じゃなくて、全く異業種で、やってみようかなということも考えてますね。というのもね、別段自暴自棄になってるわけじゃなくて、その異業種のことも見て、仕事に生かしたいなと、その異業種とかのシステムを理解してシステム構築につなげていければいいなとかもね、まあ下心っちゃ下心なんですけどね、思っちゃったりするんですけどね。うん、あ、でもこの年になって、パートやバイトって大丈夫なのかなと思うんですけどね。パートだったら大丈夫かな。バイトとか言うとちょっとねっていうような感じになりそうな気がするんですけどね。まあ期間限定ですけどね。まあ本職はね、辞めるつもりさらさらないんでね。まあ逆に言うと今だからできるっていうことなのかもしれないね。パートってね。こういう、今だから私がもしパートするって言ってもね、事情説明したら理解していただけると思うんですよね。コロナでね、と。コロナで、仕事がないから、まあ、それつなぎとして、やっぱこの緊張感たまんないね。肩の緊張感。すごい緊張感あるわ、これ。ですんでね、ちょっとまあそんな感じで、ちょっと考えたりもしてますね。ただまあ、そんな感じかな。次につながったらいいんですけどね。私前にも言いましたけどね、手段のために目的をもう忘れるっていうことがあるんで、手段が楽しくてね、目的を忘れちゃうことがあるんでね、下手すると、そこで骨をうずめちゃうかもしれない。まあ、そらないでしょうけどね。それはないでしょうけど。まあ、でも、子供がね、子供の手が離れてれば、あれでしょうけどね、もう本当にね、気が楽になっちゃうと思うんですけどね。ちょうど私ね、あれなんですよね、子供がね、あと5年ぐらいで社会人になるんで、社会に出るんで、ちょうどその頃にね、住宅のローンも終わるんですよ。なのでね、そうなると一気に楽になるかなとは考えてるんですけどもね。うちの姉が言うんですよ、子供が働いたら楽なるよって言うんでね。本当ね、本当それを私は今は
それをすごく楽しみにしてますけどね。Go straight on. 子供もね、そうそう、子供もいい加減で、下の子供の方はね、早く家出たいって思ってるようですね。まあ、なんせうちの家汚いですから、私が言うのもなんですけどね、まあ、私が言っちゃいけないのかな。本当ね、やっぱり下の子はね、自分で思い通りになる部屋が欲しいみたい。今ね、長男と一緒に部屋にいるんですけど、もうほぼ長男が占拠してしまってるんですね。で、私もね、私も今この、実況してる部屋があるんで、これ私狭い部屋ですけど、これ一応私の部屋になってるんで、部屋になってるんですけど、この部屋をね、もう子供に明け渡そうとも思ってるんですよ。で、子供にもちゃんと話してるんですね。個別の部屋持ちたいでしょっていう感じで話してるんで、持ちたいよっていうからね、じゃあちゃんと掃除して立つと濁さずで部屋出なさいって言ってるんですけどね。そうするとズル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 っていくんですよね。もういや、私はね、もうね、ほんとね、私は一番ね、家をきれいに、普通にきれいに住みたいだけなのでほんとね、もう染みついてますね。で、次男はまだね、掃除しようとするんですけどね。もうそうだ、あれだわ、やっぱ長男がね、占拠しちゃってるんでと。じゃあ、長男に私の部屋を与えるから、次男に、子供の今の子供の部屋を次男に与えなよっていうような感じで、話進めてるんですけどね。いかんせん実現しませんね。で、じゃあ私が介入してやってあげようかって言うんですけどね。私はさすがに断捨離の鬼なんでね。やらなくていいって家族全員から言われますね。もうほんとね。もう血も涙もないぐらいに捨てますからね。もう私は。もうほんとはね、すごく物に執着するタイプの人間なんですけどね。ですけど、いっぺんね、心を鬼にして捨てたら、もう全然捨てれるようになりましたね。ただ、無駄に物は買わなくなりました、逆にね。その物に対して悪いなと思うんで。ですんでね。やっぱりエンジンブレーキ切れてる方がいいね、これね。軽くでも。これ一番軽いというか、ちょっとエンジンブレーキ入れたパターンですね。今もね、ニュースとかで見てると、まあ自粛解除ムードになってますけど、ネットのニュース、今日見たネットニュースでは、まだまだ他府県ナンバー狩りがある、他府県ナンバー狩りは病んでませんみたいな気をつけてみたいなこと書かれてたんで、これはちょっと車でお出かけするのもやばいのかなと、ね、そういえば今ウーバーイーツめちゃくちゃ流行ってますよね。でも私ウーバーイーツするほど体力ないもんな、やればなんとかなるのかなと。ただもう自転車乗って配達とかっていう、のはダメだな、ダメっていうか、それをやって私の仕事に何か役立てようっていう方向にならないもんね。もうだってあそこはもうシステムがんじがらめでね、もうウーバー自体がね、もうね、IT 企業と言ってもいいぐらい、廃車でしたよね。もう IT 企業だよね、ウーバーも。IT 駆使してるはずですからね。はずですから。ただなんかウーバーはね、ウーバーイーツは好調だと思うんですけど、本体のね、本業のウーバーの方はもう全然からっきしみたいですね。またアメリカの方でね、人員削減するとか、なんかまあね、あとなんかロールスロイスも人員削減って言ってましたよね。9000人削減とか書いてましたけど、ロールスロイスってそんなに従業員いるのって思いましたね。こんなに見ないのにと。まあ車はね、車なんかまだ見ませんから、そんなに従業員いるのと思ったんですけど、まあまあ飛行機のエンジンとか作ってるんでしたっけ、まあそっちで、車の方じゃないとは思うんですけどね。あんなの車の9000人もいらないでしょって思うんですけどね。
あんなオーダーメイドみたいな、オーダーメイドかどうかは知らないですけど、オーダーメイドと言ってもいいぐらいの玉数しかないと思うんですけどね。昔ね、うちのおやすさんとね、おやすさん、あ、もううちのお母様のね、お母様の仕事を、仕事の納品物をおやすさんが休みの日に、おやすさんが休みの日に納品しに行くのによく私付き合わされてまして、車の助手席に乗るのにね、当時はね、ホンダの S360 だ、 S360 でしたっけなんかそういう車をうちのおやつさん乗ってたと思うんですけども、こけないか大丈夫かな、それで行ってね、あの外車置いてるところ行って、ロールスロイスを置いてるのを見てね、親父がうなってましたよね。3000、当時で3000万とか書いてましたね。ほんとね、おやつさんも、おやつさんもこんな車乗りたいなと思ってたんですよね。うちのさんはね、ほんと車が、車好きというか、車に乗るのが好きなんですよね。車の車種が好きじゃなくて、いわゆる車好きっていう類の人じゃなくて、車を運転するのが好きだったようで、ですから仕事もね、途中からずっと車の運転する仕事ばっかりになってましたから、ね、ですかといって車の運転に詳しいわけでは全然なかったので、車種とかは知ってましたけど、ね、別にエンジン形式がどうのとか、そんなことは全然言うタイプじゃなかったんですけどもね。まあ、なんか最近ではよく言ってますね、プリウスに乗りたい。プリウスいいなって言ってましたけどね。まあまあ、そんなやつさんもいい年なんで免許ね、なくなっちゃいましたけどね。まあ、返上まではしなかったんですけど。ほったらかしてたらなくなったという、もうほったらかしてなくさ、な、ほったらかして破棄さというパターンでしょうかね。もうね、一度ね、ガレージでね、運転させてあげたらもうびっくりしちゃってね、自分の運転できなさにね、まあ、車ずっと運転する仕事してたもんですからね、それが非常にショックだったみたいで、うちの親さんね、へこみ出すと止まんないからね、すごいネガティブな考えしはる人なんでね。えですから、まあ、今はもっぱら競馬ですね。競馬ができないっていうかね、競馬ができないというかね、場外馬券に行けないと、コロナでね、場外馬券に行けないからどうしたものかっていう、ちょっと困ってましたけどね。あ、ちょっと久しぶりに電話しないといけないね、実家にもね。週1ぐらいで私今電話入れてるんですけどね。ちょっと先週ほんと腐ってたのでね、ほんと選手腐ってましたね。実況も全然ね、不定期枠全然上がってませんでしたでしょ。ほんとね、ほんとなんか今ね、もう、うわ、この狭いところか。これ入れんの？久しぶりだね、これ。本当かい？これ入れんの？入れると当たる？これ入れんの？ちょっと待ってね。どう見ても擦るんだけど。ちょっと待ってね。ちょっと窓開けちゃうよ。窓開けて覗いちゃうよ。これ頭打ちそうだけどね。いや、車渋滞してるし、ちょっと待ってね。あ、ラッパ鳴らされてるわ。鳴らされてるね。ちょっと待ってね、その前に窓閉めるから。怖いね、ベンツが鳴らしてる気がするよ、あれ。これ、当たるでしょ？あ、当たってるわ。どこが当たってるの、これ。あ、こんなのどうやって入れるの？こんなの無理じゃない。当たった。ちょっと待って、本当入んのかいこれ。あ、また当たったよ。私昔入れてたよね。こんなのよく入れたな。
これダメだ、これ以上やると荷物傷つきますわ。え、ちょっと待ってね、私これ右、あ、これ対向から入れないといけないわ、左側で。これは入れれないよ。ちょっと一周回っていきましょう。渋滞作っちゃったね。あ、後ろ車当たった。なんかミラー越しに斜めになってる車がありましたけど、いや、これゲームだから気楽だよね。ゲームじゃなかったらとんでもないわ。しかも私もうめちゃくちゃ眠くなってるし、これは U ターンしましょう。左にウインカーつけてるからみんな分かってくれるでしょう。あそこ車歪んでるわ。時代これどうやって入れよう。えらいことになってる。てか私が事故ったのかな。でも罰金取られなかったからね。これちょっと無理だろこんなの。まあおかげで車止めてくれてるんでね。後悔、ちょっと待ってね、これで入れるのか。うわ、また後ろ渋滞してるね。あ、これで入ったか。あ、入った入った入ったわ。うわ大変、ごめんなさいね皆さん。しかもそれで車庫入れがこれとかね。よかった、おかげで減点というか減額が全くなかったね。後ろで事故ってますけど、あれだから私が事故ったんじゃないよね。後ろが勝手に事故ってんだよね。車間距離をちゃんと置かないとね。あれ運転ダメですよ。てな感じで、よいしょ。もう何分、あ、それでも27分録画してんだね。やばいやばい、仕事始めないと。あ、いい感じいい感じ。まあ、や、早い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 。だね。よし、戻せ戻せ戻せ。あ、いやー、早すぎたかな。でも、コーン言うでしょ。ん？ちょっと待って。いっぺん前出ます。あの、ガタンゴトンっていうの、電車の音だね。で、ちょっと補正して、で戻して、でコーンと、はい、はい、なんとか終わりましたね。重金属ミュンヘンからマンハイムへ配送ですね。あ、ちょっと待って、お金結構たまったんじゃない。 42,800。 あ、違う、これ経験値だ。おいくら、おいくら持ってんの今だし。47,000。ちょっと会場行けんじゃない。トラックディーラー行きましょう。あ、行けない。あ、いやいやいや、トラックディーラーじゃないわ。せっかくだから早く仕事しないとねと言いながらこういうことやってますね。仕事やりたくないのかな、まあ、私ねロースターターだからね。ほんとね、最近ロースターターだわ。あ、何してんの。あそこに行くんだね。おう、あ、ほんで寝よう、まず寝よう。あ、でも寝たら店閉まんね、これ。あ、いやいや、違う。あそこ開いてんだよね、ずっとね。修理工場は開いてんだよね。いやー、ほんとこんな鬼のようなあるんだね。こういうとこが物流拠点やったらダメだよ。ほんとに。入るのは大変だけど、出るのも大変だね、きっとね。すごいよね、今のお前の車、この曲がっていた車、一旦停止しなかったよね。どうやっちゃった。あ、待ってくれてる。あ、スカニアさん待ってくれてるわ、ありがとう。同じタイプだねこれね。あ、またスカニアが止まってますね。
よいしょ。はい、さすがにこんだけあったら、あ、もうでもチューンアップ、あ、できるよね、私ね。屋根どうするかだね。屋根どうしちゃう。ちょっとね、私気に入らないのがここなのね。いや、これライト入れるかどうかじゃなくて、ここは何もない方がいいんだよね。でもこれ、まあライト入れるようにできてるんですけどね。私ここでもそうなんですけど、ライトはあまり多いのは好きじゃないんですよね。でもこれいいね。これもいいと思ったけど、やっぱこれ、他なんか、もうこれは買えないね。エンジン、まだなんだね。レベル上がらないと無理だよね。アクセサリー、これライトとかあるでしょ。でもこれいいなあ。あら、これ金取るの。 ちょっと待ってね、ちょっと待って、一遍注文キャンセルしましょう。変に金かかったらたまったもんじゃないからね。まずサービスやっときましょうか。なんかピー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 っていう、SE っていうかね、サウンドエフェクトがちっちゃくなった気がしますね。でも私ここついてんだ。あら？つけてんの？ついてんね。なしにできたんだ、これ。てか、後で入れてんね、これ、私。私、ブレブレだな。どっちかというと、こうね、のっぺりがいいんですけどね、何もないっていうか、これよりも何もないっていう方が良かったんですけど、逆にこれがあるとね、あそこのオプションケチったなってバレちゃうんでね、どうかなって。もうじゃあつけちゃおうか、ライトも。ブレブレだね。これいいですね。これいい気がしますよ。とりあえずこれにするか。おいくら？無理だ、払えない。 そうか、まだ無理なのか。じゃあトレーラー買おうかな。さっきトレーラー買っちゃおうかな。まあちょっとお金がまだ無理だったということで、じゃあこの辺で終わっておきましょうか。ユルトラクリフシミュレーター2終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。